新宿区では区内でものづくり産業に取り組む中小企業や団体などを支援するために新製品・新技術開発・販路開拓にかかる経費の一部を助成しています。そこで今回は平成21年度に補助金を交付した対象事業のうち3社をご紹介します。最初はそのテキスタイル友禅染めを大学で学んでいたので、そこからインテリアにこう変えて勉強したいなっていうことで、まあロンドンに行って。大舘さんが学んだ友禅染め、それは外国人に高く評価されましたっていう話をしていくと、もっとそれを打ち出した方がいいんじゃないのっていうふうなアドバイスをいただいて、まあ、そこからですよね、なんかこう日本の伝統工芸を含めた上で何かやりたいなっていうふうに思い出した。もともと海外でやる展示を考えてたんですけども、そうですね、今回ホロノックスっていうその展示会は要は雑貨だったりとか家具、あとはキッチン、まあインテリア見本市ですね。スウェーデンではデザインの見本市として知られる展示会に大舘さんは友禅の衣装を取り入れたルームランプを出展。まあ、それがすごく自分たちの自信にもなりましたし、でこういうふうにすればもっといい反響があるんじゃないかなとかっていうことをすごく得ることができたので、やっぱりその伝統工芸ということでそれを使って、一つの手段として使って新しいものができたらいいかなっていうふうに思ってます。一言で言うと、一つのソフトでデザインから読み込み、出力、結果出力まで一貫してできるっていう非常に手軽なソフトでございます。このソフトを使うとマークシート形式のアンケートや模擬テストなどが自由に作成でき、普通紙にプリントアウトができます。また回収後も市販のスキャナで読み取りができ、データの集計、採点までが簡単、手軽に行えます。やっぱり費用のかかるものに対して大きな投資をするきっかけっていう意味で非常にありがたいと思ってます。この時はすごく熱気を感じて、うち自身も活気が出てまいりましたし、結果としてはイベントに出展したということによって売り上げが3倍ぐらいになりましたので、非常に効果があったと思っております。まあ、仕事としてはリフォームとかデザインのことを始めて、それからオリジナルのブランドを持つっていうことまで今やってるんですけども、エコプライっていうのはペットボトルのキャップ、これがエコキャップので集められてるものなんですけど、それを粉砕チップにしてこう繊維状に糸状にして、あとは廃木材が入ってまして、でそれもこう粉砕して上下からプレスして 6,7 センチぐらいあるものが12ミリの板になります。まあ、東京ビッグサイトでやったんですね。でブースを持ちまして、同じようにこの、会場の中でもやっぱりキャップを回収するボックスを置いて集めてオリジナルのキーホルダーを作るっていうのをこういうふうにやってたんですね。うちみたいな本当に小さい企業であれば新しいことをしたいと思ってもなかなかやっぱり資金的に無理な部分があるので、そういうことをバックアップしてくれるっていう制度はもっともっと知ってもらうべきじゃないかなと思います。新宿区では区内のものづくり産業を担う中小企業を元気にしたい、そして地域経済の活性化につなげたいとこの事業を実施しています。対象事業の募集は毎年行っています。ぜひご活用ください。